バランゲーダ・パロー二世は、アラゴン・カタルーニャ連合王国のカトリック聖職者、バルセロナ主教、アラゴン王ハイメ一世の主要な庇護者。バルセロナ大聖堂にある、パローの墓王子のバランゲーダ・パロー一世も、バルセロナ主教であり、バランゲーダ・パロー二世は、バルセロナ大聖堂にて、立主事祭となった。二百十二年には、パローが、バルセロナ主教に選出された。同年には、 イスラム教徒のムワヒド朝に対するレコンキスタの一環としてアラゴン王ペドロ2世と共にラスナバスデトロサの戦いに参加した。パローはフランス王の娘とペドロ2世の結婚の交渉に当たったがローマ教皇がこの婚姻を取り消したことで実現していない。1213年のミュレの戦いでペドロ2世が戦死すると1218年には アラゴンカタルーニャ連合王国の王室顧問と交換となった。二百十九年には自身が所有していた五十人の騎士や兵士と共に第五回十字軍に参加してエジプトのダミエッタに赴いた。いずれもバルセロナにて二百十八年にはメルセイの聖母の除海式の設立に二百十九年にはドミニコ会の設立に二百三十二年には フランシスコ会の設立に携わっている。1225年にはペニスコラとバレンシアを攻撃するハイメイッセイに同行したが、これらの戦いは不成功に終わった。ハイメイッセイとパローはイスラム教徒が支配していたバレアレス諸島のマヨルカ島の征服を計画。この計画が成功すると、もともと マヨルカ島のアンドラッチ男爵が所有していた875人の騎士の土地と八の風車を受け取った。パローはマヨルカ征服の最終局面に負傷し、足が不自由となっている。1233年にはタラゴナ大司教に選出されたが、教皇グレゴリウス九世はパローを承認しなかった。1237年にはバルセロナのサンタクララ修道院の設立に寄与した。 1238年には60人の騎士と共に、バレンシアとデニアの大派の征服に参加し、いくらかの邸宅やアルモネシールの領土を受け取った。1241年に死去し、パローの遺体は、自身が設立に携わったバルセロナ大聖堂のセミケル礼拝堂に収められている。ありがとうございます。